はいどうも、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はデュエルリンクスラジオのお時間、キャラクター解説、プラッシド編。はい、というわけで、本日解説していくキャラクターはこちら、プラッシドについて。プラッシドって誰なんですかっていう話なんですけども、まあ、3月の18日にね、あのデュエルリンクス内に、プレイヤブルじゃないんですけれども、敵キャラクターとして、まあ、登場するという話でございまして、プラッシドね、遊戯王 5Ds の、敵キャラクターの一人ですよ。イリアステルという、組織の一人でございましてね、プラシドとあとホセとルチアノっていう3人でイリアステル三皇帝って言われてるんですけれども、まあ、そもそもイリアステルが何なのかっていうと、イリアステルっていうのはアンチノミーとかゾーンが住んでた未来の世界から来た未来人でございまして、まあ、ゾーンのラスボスの仲間ですね。イリアステル三皇帝はその未来がもう本当に完全にぶっ壊れてる、荒廃しているのは過去の過ちが原因だと考えておりまして、ゾーンたちは。で、その誤った歴史を正しい方向に導く、まあ、要するに過去を破壊することによって、その今の、未来を正しい方向に導くっていうことを目的にして活動してるんですよ、彼らは。で、イリアステルのメンバーっていうのは、まあ、全部で、まあ、3人というか、まあ、5人というか、いまして、まあ、ゾーンですね。そしてアンチノミ。そして、ホセ、ルチアーノ、そしてプラシドと、の5人です。で、もっと説明しておくと、ホセとルチアーノとプラシドっていう3人はですね、イリアステル三皇帝って呼ばれてるんですけども、彼ら3人は人間じゃないんですよ。ゾーンが作ったロボットなんですよ。彼ら3人は。これ今、カードゲームの話してます。今これ、私、何の話してるのかなって思う方いらっしゃると思うんですけども、これ今、僕、カードゲームの話してます。で、イリアステル三皇帝は、合体するんですよ、3人が合体して、ホセとルチアーノとそのプラシドが合体すると、アポリアっていうのになるんですね。このアポリアっていうね、やつがすげえ熱い敵キャラクターに、まあ、最終的になるんですけれども、で、この3人の特徴なんですけれども、ホセ、ルチアーノ、プラシドはですね、まあ、ロボットだって言いましたよね。ロボットなんで、バイクと合体できるんですよ。バイクと合体できます。何を言ってるか分かりませんか？僕、今これ、カードゲームの話してますよ、今。遊戯王っていうカードゲームの話してます彼らはですね、バイクと合体して走ることができるんですよ。遊星たちってほら、D ホイールでバイクで乗って戦うでしょ。彼らはですね、イリアステル三皇帝たちはバイクと合体して走ることができるっていう能力を持ってるんですね、ロボットなんで。ちなみにこれ豆知識として、遊戯王界隈でよく発せられるおせよホセっていうセリフあるじゃないですか。あれはホセがバイクと合体した時にプラシドがホセに向かって言ったセリフなんですよ。だからもしかしたらプレイアブルキャラクターとかになった時におせよホセっていうセリフがもしかしたら実装になってる可能性はあります。プラシドのセリフでおせよホセっていうセリフがあるかもしれないということですね。まあ、ちょっとさっき言ったアポリアっていうね、キャラクターはまたちょっと別の、解説動画で話そうかなと思ってるんで、今日はちょっとプラシドについてなんですけども、プラシドはまずどんな性格かっていうと、本当にね、すぐ切れるんですね。すぐ切れます。リュウさんよりも短気として有名でございまして、切れるとね、剣振り回すんですよね。自分の剣を。あ、持ってるんです、剣を。剣持ってるんですけど、だから自分の剣すぐ振り回すんで、マジで近づかない方がいいです。で、なんか公式サイトには、クールで冷静って書かれてるらしいんですけど、どう考えてもそんなわけないくらいすぐ切れます。基本的にはですね、イリアステルの中では一番下っ端なんですよ。なんで、ホセとルチアーノには逆らえないんですけども、逆らえないんだけど、ユーセイを倒したすぎて、なんか、ユーセイと戦うシーンが出てくるんですけど、108話とかぐらいかな ?107 話、108話ぐらいの時に、二人の指示を無視して、ユーセイと戦った結果、口述するね、後で喋る。シューティングスタードラゴンっていう最強モンスターに物見事に粉砕されるっていう悲しみを背負っているキャラクターでございます。どんなデッキをね、どんなデッキ使うのかっていう話なんですけども、気候艇っていうテーマを使ってまして、彼は気候艇っていうのはシンクロモンスターをメタル効果を持っているモンスターなんですよ。例えば有名なのは気候艇ワイゼルインフィニティっていうモンスターで、ちょっとカード出しておきますけども、このカードは闇属性機械です。闇属性機械属星1で2500っていう打点ですね。で、このカードは通常召喚できず、自身の効果でのみ特殊召喚できると。で、自分のフィールドの表側表示のモンスターが効果で破壊されて墓地へ送られたときに、手札のこのカードを特殊召喚すると。デスペラードみたいな出方しますね、この人は。で、一旦に一度相手のフィールド上のシンクロモンスターをパクって装備すると。だから、サクリファイスみたいな、あんな感じで、シンクロモンスター限定のサクリファイスします。
はい、で、この攻撃力があの装備したモンスターの攻撃力分アップしますよと。で、他の自分のモンスターが攻撃制限できませんよっていう制約効果ですね。で、最後、魔法カードが発動したときにその発動を無効にして破壊できると。まあ、だからまあサイマジみたいなね、あんなようなあの効果もついていると。だから性能的にはすごい強いんですよ。でしかもポンって出てこれるんで、やっぱり、まあ、デュエルリンクスで実装されているカードであれば、あのボムスパイダーとかあの辺のカードとかと相性がいいですね。で、闇属性機械なんで、あのデスペラルデッキには結構入れてもいいんじゃないかなと思ってて、まあデスペデッキと組み合わせて使うのが割となんか強そうなイメージはあるね。ちなみに彼はあの人のカードをすぐパクって使うことでも有名で、優勢と戦う時もね、あのルチアーノのデッキからカードパクって、要は仲間のデッキから勝手にカードパクって自分のデッキにぶっ込んで入れてるっていう、結構普通に泥棒なんですよ。作中でもなんかルチアーノ確か切れてましたから、割とコンプライアンス意識みたいなのが低いですね。で、アニメでは優勢が初めてシューティングスタードラゴンをアクセル新規をした時の相手が彼プラシドなんですよ。優勢もね、一回アクセルシンク失敗するんですよね、あのアニメでは。で、まあ、2回目のチャレンジで成功するんですけど、その時にね、優勢が言うね、スターダストは二度と渡さないっていうセリフがめちゃくちゃかっこいいんで、マジでこんな動画見てなくていいから、マジ一回もう一回 5Ds の108話か109話か110話か、その辺見てほしい、その辺。ちょ、ほんと、こんな動画見てないですぐ止めて、今すぐ 5Ds を見に行ってください。ちなみにですね、シューティングスタードラゴンのシンクロ召喚の成功時に流れる名曲、クリアーマインドですね。クリアーマインド、あの神曲ですね。遊戯王界最強の神曲と言われてるんですけども、あのクリアーマインドは、優勢 VS アンチの店のあの動画でも使ってますので、よかったら見ていただきたいんですけども、あの BGM はですね、プラシドがあのものの見事にですね、シューティングスタードラゴンのあの5連打を食らいましてね、5連打ボコボコにされるんですけど、最終的にボッコボコにされるんで、通称ファンの間ではクリアマインドはプラシド処刑 BGM と言われております。で、この時のプラシドのバカ合計5回の攻撃だとっていうセリフもファンの間では語り継がれまくってて、耳にタコできんじゃねえかなっていうぐらい聞いてるセリフなんですよね。なんで、合計5回の攻撃だとっていうセリフと、おせよほせっていうこの2つのセリフは、ちょっとファンの間では本当耳にタコできるぐらい聞いてるんで、多分デュエルリンクスのセリフの中にもあるんじゃないかなと思ってますね。ちなみにですね、彼の死に際があまりにも衝撃的なことで有名なんですけども、これ子供向けのアニメのはずなんですけども、彼ね、死ぬときね、上半身がちぎれ飛びますね。はい、これびっくりするんですけど、バイクと合体して優勢と戦って、で優勢にボコられて、最後のホラー映画かなっていうぐらい、上半身ぶっ飛んでちぎれ飛んで死んでるんですよ。ちなみにどう考えても死んだと思われてるんですけども、ロボットなんで、なんか数話した後ほど何事もなかったかのように復活しますね、彼は。はい、普通に不死身です。でこの頃からね、あだ名がくたばり損ないっていうファンの間からもジャックが言ってたんですけど、確かジャックがくたばり損ないって言い出して、でなんかファンの間からはくたばり損ないという風に呼ばれるようになりました。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと後半ね、ただの雑談になってしまって本当申し訳なかったんですけれども、ちょ、分かりにくかったらすみません。要するにまとめると、究極のネタキャラであると思っていただければ大丈夫です。我々もね、プラシドを愛していきましょう。それではまた次の動画で、バイバイ。